4月7日、伊予市尾崎の伊予市児童センターミンクルで読み聞かせ会お話の部屋が行われました。伊予市ミンクルでは子どもたちに絵本に興味を持ってもらおうと月に1回程度読み聞かせ会を行っています。この日はおよそ15人ほどの親子が集まり、絵本の読み聞かせや楽しい手遊びなどを行いました。本日はお話の部屋ということで、幼児さんと保護者の方を対象に絵本の読み聞かせや触れ合い遊びを行いました。絵本の世界に入っていただいて、想像力とか知的好奇心とか集中力をつけていっていただけたらなとは思っています。伊予市児童センターミンクルではこの他にもリトミックや懐かしのコマ教室など幼児対象のイベントを数多く行っています。詳しくは問い合わせをしてみてください。